恋とか恋バナとかしてみる。好きなタイプは？好きなタイプ？本当に分かってる。オフというかなんか、うん、役みたいな方がやりやすい、疲れないかも。あ、でもそれができるってすごいね。やりやすいように、うん、え、待って、結構難しい。いくよ。いいよ。結婚してくださいみたいな。はい、お入りくださいませ。お嬢さん、ありがとうございます。あ、すごい、本当だ。あ、本当だ、かっこいい。え、しかも本当に誰もいないね。すごい、愛とか面白い。え、なんて書いたのこれ。どれ。こだわりだ、すごい。え、すごい。安らぎとかあるよ。 いろいろ拾っていく。じゃあいっぱいパン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 ってやる。いいよ。次みたいな、わかんない、 いいどっちがいいか。はいはい、何でしょう。怒り。怒り、ちょっとこう来たら持ち上げてほしいかも。怒り、あ、すごい、パリパリしてる。怒りを感じること。でも本当に私怒んない私もあんまないかもな。あ、春。え、何何何。私すっごい足踏まれるの。え、電車でってこと。そう、どうしたら踏まれないのかすごい考えるんだけど絶対踏まれるの。怒ってるね今。そう、これめちゃくちゃ私の怒りエピソード。いつもなんだもん。だって痛いのよ、本当に本当に怒ってる。踏まれない。私はちょっと申し訳ないんだけど踏まれないか、踏む側。お前か。ごめんなさい、私を踏んだのはお前か。なんで踏むんですか。なんか近づきすぎた。まあしょうがないな、それは。そう、許そう。はい、ね、じゃあ、はい、次どうしようかな。恋とか恋バナとかしてみる。恋、じゃあ好きなタイプは。好きなタイプなんだろう。でもなんか私会話をするのがすごい好きなの、うん、だからなんかなんだろうな、いろんなことに対して会話ができる人。あ、楽しい人、喋ってて、うん、なんだろうな、うん、とにかく会話してて楽しい人が基本の条件かもしれない。そうだよね。楽しくなかったらあれだもんね。嫌だよね。普通に。タイプは？でも私もなんだろう、新しいものもらえるというか、うん、結構尊敬できる方がすごいいいかなって感じだよね。なるほどね。何がいいかな。はい、キュッ。私、うん、原点。原点、何？原点、え、始まりってこと？なんかこうやろうと思ったきっかけというか。私は7歳の時に親がこの事務所でオーディションがあるっていうのを見つけて入れて、ほとんど記憶がないわけ。あ、そうなの？そう、だから気づいたら入ってた？お芝居やってたんだけど、でも原点っていう元の場所で言ったら、うん、その最初に私をお芝居を教えてくれた事務所の人、亜美先生っていうのがいるんだけど、うん、最近この本当に最近亡くなっちゃってすごい悲しかったんだけど、その先生とのレッスンが原点かもしれない。あ、そうなんだ。楽しいなって思った。お芝居楽しいなって思えたきっかけと、今の私のお芝居を形作ってるのはそのレッスンだったと思う。原点、あのね、近所の撮影現場を見て、うん、え、そう、そうなので私も入りたいと思ったの。なんかそんないいシーンの撮影してたの。いや、全然何の撮影だったか全く、多分ドラマとか映画だったと思うんだけど、うん、画面しか今まで見たことなくて、うん、あ、裏ってこうなってるんだって気づいて、すごいもの一緒に作ってる感じがすごい楽しそうだなと思って、入れたら何でもよかったの。あ、でその時に、とりあえず入ってみたかったんだ。そうそう、声かけてもらって、うん、その時まだちっちゃかったっていうか、小学校高学年ぐらいだったから、うん、あ、今の年齢だったらこの女優さんの仕事だったらそこ行けるかなみたいに思って最初入ったの、うん、そっからだんだん楽しくなってお芝居やろうみたいな。いい原点だね。でも私つねまちゃんオーディションで会ったことあるよ。嘘、本当。え、あるよ。いつぐらい。2年3年ぐらい。え、最近じゃん。ちょっと待って、そういうの思い出したわ今。そうそう、つねまつゆりちゃんだ、かわいいって思い。やだ、そうなんだ。そうだよ、お互い落ちちゃったね。そうだね、落ちちゃったね。へ、何があるかな。あ、ねえ、うん、山田孝之って書いてあるよ。あ、本当だ。山田さんエピソードなんかある。あんまり撮影中お話してないんだよね。
そっか。シーズン2はとにかく村西さんが大変だもんね。いろんな、ね、なんかどん底に落ちるじゃん本当に人生の、ね、しかも半年間も演じてたわけじゃん。すごい辛かっただろう ね。だって食べたくもないのに夜さ、うん、なんか普段は俺食べないけどって言いながらスナック菓子とか食べなきゃいけない、ね、体型作りのためにね。そういう意味でも大変そうだったよね。やっぱシーズン2からっていうのもあるのかな、あんまり話さなかったな。なんだろう、うん、でもなんか無言でも心地いい感じはすごいした。そうだよね、うん、でも結構近くで見てるとなんか驚きが多くて、なんか役にすごい入るじゃない、うん、でその瞬間を見て見たの、なんか見たっていうか、なんか今までテストでも完全に入ってるような状態しか見てこなかったんだけど、うん、テストっていうか段取りの時にまだ山田さん状態、うん、まだ村西徹さんじゃない状態の、なんかこれ山田さんにも言ったんだけど、うん、山田さんはそんな時あったかなみたいな感じで覚えてなかったけど、うん、なんか明らかに違くて、でもだんだんテストから重ねるにつれてフラットな村西徹さんのシーンだったんだけど、うんうん、だんだん村西徹さんにやっぱなっていくのね。でだんだんなってって、でそのシーンが別に村西徹区長じゃないわけね、うん、その普段のこうフラットな状態なんだけど、その状態って私山田さんの巣みたいに近い状態かと思ってたら、あ、このフラットな状態も作ってるんだなって。あ、なるほど、ね、そう思って、なんか顔がねなんか違うのよ、なんか怪しくなるわけ。普段の山田さんってすごいなんか優しい、そう優しい感じじゃん。その感じがどん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 取れてっちゃって、なんか目がこう生きてない感じじゃないけど、どんどんなんかちょっとやっぱ怪しい感じになっていくのを見て、うん、あ、こうなってるんだと。すごいね。だからその瞬間を見たの。ちょっと見てみたかったかも。だから不思議だった。すごい贅沢だね。っていうかレア。そう。どうなの、常町ちゃんって結構役に入るタイプなの？私はでもなんだろう、オフというか、うん、なんか役みたいな方がやりやすい、疲れないかも。あ、でもそれができるってすごいね。スッてやりやすいように基本的に近づけておく、うん、だからあと一歩手前のところまで行ってテストすみたいな、本番すみたいな、で終わったら元に戻るけどちょっと近いところみたいな。日常とかもじゃあ結構近めなの？そう、その役に近めかも。の方がやりやすいよね。やりやすい。どういうタイプ？あ、でも私もこう役と自分の間ぐらいをさまよってるかもしれない。そう、わかる。そう、なんかあんまり幸せじゃない役だと今笑っていいのかなみたいになっちゃうし、だからあんま笑わず過ごしたりとか、けどかといってずっと役でいるわけでもなくみたいな、入れないよね、うん、そうだって普通に友達とかと会っちゃったら元の自分に戻っちゃう。そうだから、ね、難しいね。うん、なんか大変だったけど、まあ無事取れてよかったね。ね、よかったね。どうしよう、あるかな。くるくるする、くるくるしてみる。はい、今回ってる。回ってるよ、ゆっくり回るね。分かった。ちょっといや、よくわかんないから。え、待って、結構難しい。いくよ。いいよ。ストップ。はい。何？情熱。おお。大きいの来たよ。かっこいいの来た。情熱、つねまちゃん、猫じゃないの？猫への情熱。猫への熱い思いじゃないの？あるね。なんだろうな、情熱。最近情熱を感じたこと？普段、別に熱くなったりとか、あんまりないけど、怒ったりとかさ、うん、なんか感情めちゃくちゃ笑ったりとかさ、うん、なんかお芝居でぐらいしか。でもそれはわかるかもしれない。ね、感情出せないかもしれない、うん、なんだろう、普通にさ、なんだろう、生活するより濃い感じがするの、うん、お芝居してると。だからね、情熱って芝居してる時みたいな。そう、わかんない。でもちょっと他にもあるかもしれないけど、なんだろうな。でも情熱的になる瞬間は芝居をしてる時の方が明らかに多いよね。そうだよね。だって日常生活でさあんまないよね。ないよね。ないよね。だってお家で寝てるか、うん、寝てるもん。そうだね。寝てるか食べてるかって感じだもんね。
なんだろう、うん、お芝居をしてる時。じゃあやってみる。あれ今度さ、私がストップって言おうか、うん、あ、言っていいよ。じゃあじゃあどこ、あっち、あっち見てるね、うん、ちょっと待って、よーいスタート、はい。ストップ。挑戦、あ、いいじゃん。何に挑戦したい？何に挑戦したいか。私はスカイダイビング。一番やりたいこと。スカイダイビングやってみたいんだ。うん、もうこの間スカイダイビングやった人の意見聞いた。どうだった？死んだと思ったって言ってた。一瞬、あ、終わったって思って、で途中で諦めるんだって。で諦めてたらなんかパラシュートが来て、あ、大丈夫だった。スカイダイビングか。私もでも一回はやってみたい。やってみたいよね。うん。なんじゃあお仕事系で挑戦は？お仕事系の挑戦はなんか作っていくのが好きだからさ、物語を。だから演出とか。出させてください。そう、なんか人をなんか操るって言い方は変だけど、なんかこの人はこうしたら良さそうとか、うんうん、こういう性格の人だよなっていうのを見るのがすごい好きで。だからなんかその人に合わせて演技を作っていくっていうのをやってみたい。なんかあるお仕事系の挑戦。なんだろう。でも私舞台やったことなくて。あ、そう。私もミュージカル一回やったことない。え、どうだった？すごいやってみ、ミュージカルはね、本当に歌も、まあ、練習とかしなきゃいけないじゃない？でも本当に私も普通の舞台はやったことない。ただの音楽とかじゃなくて。やりたいね。そう、舞台やりたいの、ね。舞台でも共演できたらね、なんかでまた一緒できたらいいね。でも今モネで一緒だからね。そっか、そうだよ。そうだね。この間一緒だったじゃん。そうだわ。そうだよ。喋った ね、 ね、うん、喋った。これでも本当に家とかにね持って帰るの？いや持って帰れないでしょ。なんかこうやってさ、結婚してくださいみたいな。受け取るの？いいよ、受け取って。あ、これを家にじゃあ飾って。ちょっと色塗りたいな、やっぱりピンクとかいろんな色で。